冷たうちーのを使ってネスカフェエクセラフローズンクレマを作りましょう。材料はネスカフェエクセラ 2g、 砂糖 8g、 牛乳 80ml です。まず本体を組み立てます。透明カバー、泡立てバネセットを組み立てます。透明カバーから本体へ取り付けます。透明カバーの目印を本体の目印に合わせます。泡立てバネセットを取り付けます。ネスカフェエクセラ 2g をよく冷えた牛乳 80ml に入れます。次に砂糖 8g を入れてよく混ぜます。凍らせておいた保冷容器セットを冷凍庫から取り出し、本体をセットします。透明カバーの目印を保冷容器セットの三角の目印に合わせます。電源スイッチを押してオンにしましょう。泡立てバネが回転します。注ぎ口を引き出し、材料をゆっくり注ぎ入れます。電源スイッチを入れてから材料を注いでください。材料を入れたら注ぎ口を戻し、そのまま3分間泡立てます。3分経ったら電源スイッチを押してオフにし、1分間待ちます。待つ時間をさらに1分延ばすと、より冷たい食感が楽しめます。出来上がったフローズンクレマを盛り付けましょう。本体セットを保冷容器セットから外し、汚れない場所へ置きます。保冷容器セットからヘラスプーンでグラスなどに盛り付けます。食塩水がこぼれる恐れがあるので、保冷容器セットは傾けないようにしましょう。完成です。溶ける前にお召し上がりください。